どうもエレラルです、よろしくお願いします。よくね、はいはい、漫画のガク、はい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 、あれめちゃくちゃ好きなんですよ。いや確かに面白いですよね、あれね。あの漫画読むと、こう山登りたくなりますよね。あ、そう、はい、わもう俺は逆に怖くなっちゃったけどね、山が。いや、めちゃくちゃ山登りたいなと思いました。登りたくなった、はい。じゃあどこ登んのよ。まあ最初はやっぱあれじゃないですか、うん、何エベレスト。無理だろ絶対に。なんでいきなりエベレスト行っちゃうのよ。 いきなりトップ目指した方がいいでしょ。いや無理だって。エベレスト登れると思うんだよね。いやどうやって登んのよエベレスト。いや登りながら、こうビール飲んじゃおうかな。いやビールかお前ビールだろそれ、ビール飲みながらエベレスト2リットル飲んじゃおうかな。いやビールなのよそれだから、やめた方がいいよ。やめた方がいい、絶対やめてそれは。あそう、うん、じゃあなんかクレバスとか渡ってる時に、こう命綱持ってる時、うとうとしようかな。いやビールかってだから絶対ダメだよあの状況で。うとうとしたらダメ。ダメですそれも。じゃあもう、いっそのこと高山病になって、みんなの足引っ張っちゃおうか。いやビルなのよだから、お前全部ビルやってる。全部ビルやってた。全部ビルやってる。ビルダメか。ダメですあいつ、一番意味わかんないから。あ、そうかビルダメか。そうよ、何年もかけてさ、金貯めてさ、せっかくエベレスト登れるってなったのに、なんでビール2リットルも飲んじゃうのよ。チューブで飲んじゃおうか。チューブで飲んでたけど、変なのよだからあいつは。ビルダメ。ビルやめて。わかりました、うん、じゃああれしちゃおうかな俺。何よ。こうヒラリーステップ、はいはいはい、だってこう降りてくるやついるのに登っちゃうから、うん、いやインド隊のやつらやめろってそれも。いや俺国の威信がかかってるから。いや言ってたけど国の威信がかかってるから登らないと。あれのせいでめちゃくちゃになっちゃったから、そうですか。そうですよ本当に。いやだから登れると思うんですよね。いや無理ですよだからそのエベレストやめて本当に。いやエベレスト登れますよ。なんでそんな自信あんのよ。いや俺ね、結構散歩と一緒のとこあんのよ。散歩と一緒のところ似てるってか、もうほぼ一緒。ほぼ一緒、うん、え何が一緒なのよ。だって俺、あの公園で、テントで暮らしてる。ホームレスだろそれ。いやいや散歩もテントで暮らしてましたよね。いや散歩はテントだけど、山でテントで暮らしてるから。いや山も公園も一緒でしょ。一緒じゃないですよ。同じテント暮らしでしょ。ちょ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 、散歩で一緒じゃないですそれは。あと俺結構スタバとかも行くしね、一緒じゃねえって。一緒でしょ。一緒に住んだぞスタバと。いやコーヒー好きでしょ。いやコーヒー好きですよ散歩は。いや俺もスタバ好きだもん。あれ散歩は山の綺麗な空気の中で飲むコーヒーが好きなのよ。いや俺は、その公園のテントの前でスタバ飲んでる。スタバ飲むなそんなやつが。いいだろ別に。公園のテントで暮らしてるやつがさ、どこで飲んでもいいだろ。どこで飲んでもじゃないんです、一緒じゃないんですそれも。だから一緒でしょ。一緒じゃないです。あと俺さ、あの後輩とかがさ、ネタとか終わってさ、めちゃくちゃ滑って、こう帰ってきたら言うもん。なんてよく頑張ったって。うるせえなうるせえよそれは。よく頑張ったって嫌われるよそんなこと言ってたら。滑れば滑るほど言ってやるよ。なんでそんなこと言っちゃうのよ。で言うよ俺。何よ。あ知ってる俺。何よ。山に捨てても怒られないもの。いやそれ漫画で言ってたけど、いやそれそのゴミと命以外全部でしょ。いや違うよ。何よ。おばあちゃん。そんなわけねえだろ。 おばあちゃん捨てても怒られる。やばいってその考え方は。うば捨て山だから。じゃあありましたけどそういうのは。山ってのはうば捨てだから。いやあれ実際かどうかわからないですから。うば捨てでできてるから。うば捨てでできてるって何なのそれは。いや俺散歩と一緒なのよ。いや一緒じゃないからやめて散歩。だって俺女に服買ってもらってるよ。いやたまたまだからあれは。散歩買ってもらってるだろ。いや一回クミちゃんに買ってもらってたけど。いや俺一緒だなと思ったもん。いやそこで一緒しないで。俺も女に服買ってもらってるしなって。ひどいやつだよお前は。思ってたしね。思ってたしねじゃないんですよ。あと寝る時無酸素だから俺。いやその無呼吸症候群でしょ。そう。そうじゃないよ。起きちゃうやつ。一緒じゃないんですよ全然。そうか、だから俺エベレスト登るとき CPAP 持ってかない。やめとけてそんなのは。CPAP つけて登んなきゃ。意味わかんねえよそんなやつじゃなきゃ死んじゃうわ俺。死んじゃうわ。 CPAP ないと。違うそんなやつがエベレスト目指さないで。なんで。お前散歩とも違うから絶対。散歩も目指しちゃダメ。散歩目指させてよ目指させてって何なの無理だよ全然違うんだからさ。じゃあ諦めるわ散歩。諦めてください本当に。マキさん目指すわ。マキさん、どういうことマキさん目指すって。いやだからこうやって漫才とかしてて、もう全然ウケなかった時、こう客を脅して、こう死を意識して笑わせます。笑うわけねえだろそんなんで。死を意識して。死を意識させて笑わせないで。どうやって笑わせるんだよ、死を意識して笑わせます脅して絶対笑わないマキさんのやり方で笑わせます。いやマキさんそれとは違うから全然。マキさん目指します。いや目指さないで。何なのさっきからお前、本当にガク好きなの。めちゃくちゃ好きですよ。あそう、はい、じゃあ一番好きなキャラクター誰よ。黒岩。いや一番最初の遭難者もういいよ。どうもありがとうございました。